先生遠い出来事だった。その頃、私は20歳。高等学校の制帽をかぶり、一人伊豆の旅に出てから4日目のことだ。あの人たち、今夜はどこに泊まるんでしょう。あんなもの。どこで泊まるやら分かるものでございますか。お客があればあり次第どこにだって泊まるんでございますよ。今夜の当てなんぞございますものか。踊り子は17ぐらいに見えた。古風な不思議な形に大きく髪を結っていた。美しく光る黒目がちの大きな目は踊り子の一番美しい持ち物だった、はい、二重まぶたの線が言いようもなく綺麗だった。おやすみなさいまし。あ、おやすみ。もしこれで果物でもお上がりなさい。2階から失礼。雨が上がって月が出た。雨に現れた秋の夜がさえざえと明るんだ。僕は明日の一番の船で東京へ帰ります。朝が早いからもう会えないかもしれない。本当に？また子供死なしちゃったんだってな。白鵬隊と旅の最中に子供を産もったってどうだい無理な話だよ。何やねんか。どうしようもないもん。おい、どんどん食いなよ。学生を旅は道連れ天城を越えりゃ椿赤赤小鳥が鳴くよ。はい。